巻いていきます。それで来年ちょっと今回初お披露目なんですけど、この中でも竿作りしてローラーでる人いたら、見ていてください。この、安定なんていうんですかね、名前も決めてないんですけど、バネ安定器具を開発しました。あのサボロさんにの助川さんに置いていただくっていう話を昨日言っていただいてたんで、言わせてもらってたんで、また東京のお客さんはサボロさんで買っていただければなって、そのうち作ります。これが何がいいかと申しますと、ではあこっちが、すいません、富士山には悪いんですけど、富士工業さんのノーマルのラッパーです。悪いわけじゃないです。これでもできるんですけど、よりいいっていう話をします。よかったら、手前のこれをちょっとずーっと長い距離引っ張ってください。はい、あのテンションが効くときと効かないときがあると思います。っていうのはここで、富士工業さんのリールシートの、フードのところもそうなんですけど、シングルナットになっているのであります。どちらか一方、こっちから糸出すと締まるのかな、締まりますね。で、例えばボビンをひっくり返して糸出すと緩むんです。これが不安定なので、こいつは、そういう風にならないです。これよかったら長い距離引っ張ってください。はい、これは一定で固定で、はい、例えばせっかくちょっと長い時間私もいただいたので、ぜひちょっと見ていてください。これやと分かるかな、これもちょっと加工したりしてすみません、ノーマルじゃないんですけど、これシングルだと、あ、これ回ってるじゃないですか、だから閉まっちゃっても今度出ないですね。で、糸が切れたりだとかテンションが安定しないっていうのをこれを開発しました。これまた今年売り出そうと思ってます。今日はこれの話じゃないんですけど、ついでがあったのでちょっとご説明させていただきました。ということで、今から、ガイドの取り付け、まず基本です。うちも